いつも話していた、戸棚の中から期限切れになりそうなものを出してきて、経済的に、こうやって、そう、節約しようと思って食べるって言ってた食品、まだ食べてなかったので、とうとうついに開けましたよ、この缶詰。アラブとかトルコとかギリシャとかでよくあるこれです。映るかな。これです。ぶどうの葉っぱで巻いてあるお米料理です。前菜で出てくるレモン味っていうか、レモンとディルと、それから他にもオイルとかそういう前菜料理です。これを今からここに出していこうと思います。これ葉っぱで巻いてあるんですね。これですよ。これ缶詰とうとう開けたんですよ。あれ映らないかな。映ってる？映ってる？映らない。どこに置けば映る？映ってる？これですね。これですね。ぶどうの葉っぱ。出していこうと思います。これはね、イスラエル製なんだけど、まあイスラエルとかレバノンとかトルコとかギリシャとか同じものなんですよ。あとアラブの ドバイ、アラブ首長国連邦のドバイとかのお料理でもあると思います。前菜で出てくる。そう。ダメだ。なんか支えるものない。スプーンちょうだい。スプーンちょうだいって自分に言ってる。自分で一人で喋ってるから。スプーンですね。出していこうと思います。たくさん入ってる。食べきれない、これ。何回かに分けて。そう。なんかどうなってるかっていうと、中どうなってるかっていうと、こんな感じ。こんな感じ。お米が入ってます。お米入ってます。こんな感じですね。そういう感じで。ちゃんと食べてるということを報告するために。これ、中お米入ってますね。油漬け？レモン味の、そう。まあ、いなり寿司にみたいなもの、ベジタブルな、これこそ、ヴィーガンの人に合ってる食品ですよね。ただ、日本にブドウの葉っぱって、どうやって手に入れるんだろう。ブドウはあるから、葉っぱもあると思いますね。手に入れようと思えば。日本で作るとしたら、どうやって作るんだろう。という感じで、ちょっとスナック的にここに出しておきましょう。これ手が油っぽくなっちゃった。見て、手が油っこくなった。はい、という感じで、こちら側に向けて、こちら側に向けて、それでは読んでいこうと思います。昨日の続きのロバートさんのインタビュー、ロバートカリルさんのインタビューですね。その続きから、マリナ・セレンさん、量子、物理学者、量子学物理学者のマリナ・セレンさんに質問している、宇宙人ハイブリッドの方なんですが、まあ若い、22歳かな。で、去年の質問っていうか、去年の動画なので、21歳の時のものです。それでは、読んでいこうと思います。これ取って、今ね、お皿を立てるものに立てていたのですよ、これ。では読んでいこうと思います。ロバート、カリル。
1950年代から反動力技術はありました。主要メディアが UFO のことだけを取り上げて、彼らはそれが何であるかをわからないと言おうとしているのはとてもおかしいです。それが本当かもしれないと思います。政府関係者の中には実際に、何なのか知らない人もいるかもしれないと思いますが、実際に何人もの人が何が起こっているのかを知っているけれど、SSP 秘密宇宙計画のせいで未だにそれを隠蔽しようとしている、それだけだと思います。私がポッドキャストを YouTube で始めてから、私の超能力が開かれていきました。それが興味深いです。まあ、いろんなそういう超能力者を招待してポッドキャストで質問をしてインタビューしているうちに、彼にもそういう能力が開いていたってことなんですね。それが興味深いです。リモートビューイング、テレキネシス、サイコキネシス、盗聴、クラリセンティなどの科学の研究のようなものにとても興味があります。どのようなサイキック能力があなたに開かれたのか、そしてあなたは生まれつきサイキックなのですか？マリナ、はい、私はサイキック媒体として生まれてきて、自然に、意識的なチャネラーなのです。意識的なチャネラーはインフォメーションをチャネリングするために、チャネリング状態に入る必要がありますないことを意味します。チャネラー、意識的なチャネラーというものは、インフォメーションを、情報をチャネリングするために、チャネリング状態に入る必要がないことを意味するのです。最も意味していることは、私がチャネリングしている一番主要な存在がもちろん私のハイヤーマインドだということです。マリナさんの場合はチャネリングをしなくても、自然にその相手が出てくるってことですね。だから普通チャネリングをしたり、しかも器具を使って何かの、そう、機械を使ってやる人もいるみたいなんですけども、そんなこと何もしなくて、もう自然に思った瞬間に出てくるって言ってますね。どこまで行った？それなので、私が覚醒し始めた時、私のスピリチュアルな友人の中で、私がダウンロードし得るための物事をチャネリングし始めたものが何であれ、これら全てのアクティベーションを持っていました。次のページ行きます。しかしほとんどの場合はそうではありませんでした。意識と存在、存在と意識の構造、そしてそれは主にガイドから来ていましたが、主に私のハイヤーセルフからの、私のハイヤーマインドから来ていました。リモートビューイングができます。サイキック、ミニオンシップができます。私は透明なイオンパワーの、アンビションを持っていて、オレオなどを読むことができます。ミディアムとしても生まれてきただけでなく、私は宇宙計画で訓練を受けてきたからです。ロバート・カリル、いくつか質問があるのです。私は自分のオーラを見たことがないし、人のオーラも見えません。私のオーラが見えますか？それはどのように見えますか？もしよろしければ聞いてもいいですか？マリナ、一人の人のオーラを見るときには2つの方法があります。一つはあなたの本当の物理的な目であなたの側面を使うことです。訓練するか、その能力を持って生まれてくると、あなたの目がどれだけ敏感か、あるいは敏感になったかに応じて、実際に電磁スペクトクルを見ることができます。それを行う別の方法は、精神的に言うと、あなたが知っている第三の目でサイキックに見えること、サイキックに見ることです。次の紙をいきますね。喉が乾く。コーヒー飲みます。どこまで行った？あなたのオーラを見ると、今ロワイヤルブルーのような深い青と少し紫がかっていますって、今マリナさんが言ったんですね。ロバート・カリル、それは悪いものなのですか？マリナ、いいえ、ポジティブです。ネガティブカラーというものはそれとは違います。ロバート・カリル、黒いオーラは悪いものですよね？マリナ、いいえ、誰も黒いオーラを持っていません。黒いオーラというのは色ではないのです。色ではないのでオーラではないって言ってますね。ロバート、わかりました。よく知らないので学校にちょっと通わないといけませんね。青とは何ですか？青と紫とは何ですか？すみません、教えてください。マリナ、青はあなたがインディゴチルドレンであることを意味します。ロバート、
それはなんてクールなんでしょう。私はほとんど、スターのようなものなのですか。インディゴはスターシードとは少し違うのですか。メアリー・オドウェルをショーに出演させたことがあるのですが、その時彼女はそのオーラのことについて言っていました。マリナ、インディゴは一種の人種の進化または精神的な進化のステップで、それはスターシードと地球のシードに関連しています。まあ地球の種ね。ロバート、それはクールです。それは私が思ったことですが、メアリー・ロドウェルのインタビューを、その時知っているのですが、 UFO 学にかかっている人だったです。あなたと彼女と話したと思います。あ、このインタビューに、彼が出演させたところにメアリー・ロドウェルっていう人がインタビューをに出て、それ以外にも、何かコミュニティかなんかでその彼女が、マリナさんと話したとか言ってますね、ここで。彼女は UFO 学にも関わっている人です。あなたと彼女と話したと思います。今コミュニティで彼女はクリスタルチルドレンとインディゴチルドレンについて教えてくれました。それは基本的にどれも似たようなものなのですか、あるいは何というのでしょう、ジェネレーションによって違いますか。マリナ、はい、世代によるものです。それは特定の進化の状態に依存します。あなたのオーラはクリスタル、チルドレン、クリスタルか、あなたのオーラはクリスタルチルドレンか、インディゴか、レインボーのいずれかのようなものです。あなたはあなたの人格の中に特定の、例えば性格や原型のエネルギーのプログラムを持っています。あなたはあなたのアバターの中にいます。そしてそれらはスピリチュアルな目的のための使命のためにそこにあることを意味しています。ロバート、とても楽しいです。これができてとても嬉しいです。たくさん学べています。素晴らしいです。私の番組にはたくさんの超能力の持つ人を出演させてきたのです。そして霊媒師はたくさんいたのにもかかわらず、この質問はしたことがありませんが、私たちの周りにはいつも霊がいるのか知りたいです。霊がいるのですか。あなたは、霊を見ることができますか。私の周りにも見えますか。彼らは出たり入ったりしているのですか、それともいつも周りにいるのですか。マリナ、彼らはいつもはいません。私たちにも親密なスペースが必要なので、いつもいられては困るっていうことかな、これ。私たちにも親密なスペースがあるので、しかしかなり頻繁に彼らは監視しています。今日はここまでです。はい、これから軽食ってどうね、忙しいからここにスナックを置いてあるんですけど、これをついに食べます。このね、レモンのシュートシトコンってなんて言うんだろう、日本語でレモンの絞ったやつと、あとサリエットっていう、こういう、まあなんだろう、アラブとかにあるそういう、まあオリガノみたいなやつ、あとは塩ですね、塩と胡椒ですね、用意しました。塩胡椒で、ローズソルト、ヒマラヤローズソルト、ここから胡椒ですね。これで、これが私の軽食っていうか、まあスナック。もうお昼は実は食べてます。朝食べてません。昨日の夜あまり食べないで、朝も食べないで、今昼は終わって、この後軽食で、その後はまあ夜はもしタロットするならばあんまり食べないでいようかなと思うんだけど、でも夕方とかに早めに食事しちゃうかもしれません。お腹空いた状態の方が精神統一しやすいので、そんな感じで、まあまあタロットは面白いですね。もっとね、他のも欲しいんだけど、今のところ一番古いのいただいた、プレゼントされたものを使っています。使ってなかったので、まるでいただいてから使ってなかったから今出してきてやってるんだけど、面白いですね。そして大抵は
オラクルカードって決まっているけど、私のには2枚追加されていて、ドラゴンヘッドとドラゴンテールっていう、そう、ドラゴンの頭とドラゴンの尻尾っていうカードが入っていて、まあジョーカーみたいなもの、怖い因縁のカードなんですよ。ですからそれが出てくるとあれって思うけど、出てきたのは今まで始めてから、10日以上前から始めて、出てきたのは何回か出てきて、トランプ元大統領の息子のバーロンさんの時と、あと小池百合子さんに出ましたね。あと私がピアノと私について占った時、とても悪い、今まで誰にも出なかったけど、この何日間でずっと占ってきて、私にだけ、だからピアノと私っていうのを関係性を占った時、タワーっていうか塔のカードね、一番怖いカードが出ました。でもまあ悪魔とか死神じゃないからまあいいかっていうか、吊るされた男とかもあまりポジティブじゃないけど、そういうのではなく、まあ吊るされた男は頑張ってくださいみたいな、苦労しますよ、耐えてくださいみたいなので、でもなんか塔っていうのは終わりを表すとかさ、破壊されるとかで、音楽についても、私と音楽っていうのも昨日やったのかな、裏だったら私と音楽の関係ってすごい因縁関係っていう、そのドラゴンテールが出たので、もうダメじゃないですか全然。これをね、裏なってる時、もし太陽とかね、力とかさ出るなら別として、こういうのが出るので、まだ陰者とか出た方が私はちょっと暗いカードかなと思うけど、まだまだいいと思うほどで、ただ私が今まで1枚引き占いを行ってきて、もうすぐ2週間になるのかな、でも一度も悪魔が出てない、悪魔とかそれから死神が出ませんね。それが出たらおしまいかなと思って、もうやめようかと思ってるんだけど、でまあ大抵有名人とか政治家とかを占ったり、あとは日本のこととか占ってるんですけど、すごくポジティブなものが多いので、太陽とかさ日本占うと、だからもしこういう時変なカード出たらどうしようって、すごい責任上、問題かなと思いながら引いていたけど、出ませんね。だから何の時にそういう悪いカードが、ネガティブなものが出るかっていうのが、この先の興味深いことなんですけどね。はい、それではここでやめて、マリアさんのこの続きのインタビューの動画はまだ訳すことがいっぱいあるので続けたいと思うんですけど、はい、面白いですね。今オーラのことやってましたね。オーラのことを訳しました。そして私はオーラは見える方です。でも言うと失礼だと思うから誰も言わないです。ただまあロシア正教の神父様とかには話したことあるけれども、あえて避けるっていうか、そういう話をするとそういう聖職者の人たちは避けようとしますね。あまりオーラの話とか出すと神秘的な、知ってると思う。だからこういう人たちって実はいろいろ神秘主義のこととか、そう知ってると思うので、なんだろう、聖書に書いてあることだけを教えなさいみたいに言われてるけれども、自分の体験としてはいろいろあると思うけど言わないですね。言ったらいけないと思います、そういう人が。そうですね、まあ、ロシア正教って密教だから、ギリシャとかギリシャ正教とか密教だから、東方教会っていうか東ヨーロッパのいろいろあるんですよ。西型の教会、キリスト教会とはまるで違うからね。密教だからいろいろフードジューっていうのは火の神とかいう名前を持つ、まあ、モスクワとかに行けばそういうミディアムみたいな老婆で、そう超能力持つ預言者の老婆とかいるんですよ。だからそういうのがいるような国なので、まあまああると思います、そういう、そう魔術的なものがあると思います、隠れてると思います。で、何の話してたっけ？あ、それね、オーラとか見えるんですけどって私が言った時に避けられた、その話題は。私は見ることができて、自分のも見えたり
したので聞いてみたけど、答えてくれないっていうか、ただ祈りなさい祈りなさいっていうだけだからね。彼らはとにかく言えることは祈りなさい、それだけだから、だから祈ってればいいっていうかね。まあそれをしてれば忘れるっていうか、悪いことは忘れるし、ポジティブにはなれると思うんですけどね、祈ってれば。ではここで終わりにしようと思います。また後ほど。じゃあ。